りしないでね。東大を中退して好きなことをしていける。どうも家庭教師哲夫です。ピチタンタンです。てなことでね、ダンクチャレンジ100日目、公園でね、友達に撮ってもらってダンクできたと思ったんですけれども、これね、実はね、後でなんか気になってね、メジャーです測りに行ったんですよ、高さを。そしたらやっぱりストリートバスケ用でした。ちょっと低かったんですね。でやっぱり正規の高さの3メートル5センチでできるようになりたいっていう、そういうね目標でやってますので、ここで、100日ダンクチャレンジ一旦100日でちょっと断念して200日ダンクチャレンジに変えまーす。イエーイ。中学受験の本番の直前ぐらいにそのダンクチャレンジ200日目を迎えますので、あとね大体70日ぐらいなので、まあちょうどいいなと思ってね。で今教えてるからさ、小学校6年生たちをね。で本番前にさ、先生がねダンク、目標チャレンジ成功みたいなやったら、ちょっとね景気づけにいいかなと。まああんま関係ないかもしれないけど、まあちょっとそういうのね、200日に変えます。これ YouTube ちょっと検索してみたら、ダンクチャレンジやってる人結構いっぱいいるんですよね。でまあ30代の人多いですね。まあ40歳みたいなのは珍しいんですけれども、みんなやっぱりね100日っていうのはちょっと無謀みたいですね。20代の人とかも結構半年とかかけてやってるから、だからちょっとまあ200日でやれたら、まあこれすごいんじゃないかっていう風に変えます。はい。なので、ちょっとがっかりしないで、もっとねできるようになりそうなんですよ、これ。実はなりそうなんです。うん。で130日目のちょっと状態見てくださいね。やっぱり正規の3メートル5センチのやつだと届いてないです。だけど何をすればいいかだいぶ分かりました。そうです、筋トレです。足腰強くって言うじゃないですか。だからね、足と腰をね鍛える、スクワット、ここからね逃げることはできないということを僕は学びました。ダンクできるようになってる人何をやったかっていうのね、いろいろ、YouTube で調べると、結局はねダンベル持って負荷をかけて重たいね100キロとか持って、スクワットやってるんですよ。でうちはバーベルなんてね用意できないんで、奥さんですね、奥さん担いで、スクワット始めました。そしたらね、早くもねなんかジャンプ力上がってるんで、これやっていこうと思ってます。札幌移住2年目、最高ですよ。庭に作ったバスケットコートでもね、冬来るの早くてもうすでに雪降ったり溶けたりの繰り返しになって、もう見納めですね。いやー、いい眺めだ。そしてちょっとお知らせなんですけれども、11月の22日、次の日曜日ですね、またアートリオンに行って、西荻窪アートリオンでまたライブやりたいと思ってます。今回はね少人数制ですけれども、お客さん入れたいと思ってますので、ちょっと情報を待ってください。あとその次の日の23日の午前中に出張家庭教師企画っていうのもやりたいと思ってます。次の動画で情報を公開したいと思いますので、どうぞお楽しみに。チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。